さあ、今回はアニメバンドリーイッツマイゴー第13話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。最終回始まった。今回で本当に終わるのか。テレアポ、サキちゃん何やってるんだ。コールセンター業務かな。労働の喜びを知るお嬢様。え、バイト？マジで働いてんの？戸川家の令嬢がテレアポ。これは異常事態ですね。やっぱり並々ならぬ事情があったんだね、サキコさん。むつみちゃんギターうっま。サキコが壊れそうだから。急にバトルアニメの死に急ぐ人みたいなこと言うし、サキコさんほんま壊れそうなんだな。死に急ぎお嬢。オープニングだ。途中まではオープニング詐欺だと思ってた。オープニング思い返すと長かったような、短かったような。抹茶パフェで打ち上げ。パフェは一人一個だよラーナちゃん。おでこ押さえられる野良猫かわいい。ラーナさんおでこ押さえられてるわら。抹茶パフェから目離さないのウケるわら。こういうとこ動物っぽいなわら。リングの抹茶パフェは割としっかり抹茶。抹茶パフェに食いつくラーナちゃんかわいいし、アノンの長い挨拶に睨むラーナちゃんもかわいい。アノンちゃん、また仕切ってるなわら。一瞬一瞬で一生、いっちゃん好きな言葉。ラーナちゃん食い始めちゃったわら。死ぬまでバンド。一生なら、みんな健康に気をつけないと。ソヨさん一生やってくれるの。ソヨさんがそんなこと言ってくれるなんて。健康に気をつけないとでそのパフェ食うんか。抹茶パフェが健康にいいとかわら。ソヨさんだいぶ雰囲気丸くなったな。ブラックコーヒーは飲めるのに抹茶パフェは苦いと感じる滝。ソヨさん、アノンさんの投稿とか見てるんだな。アノンこういう仕事早いよね。改めて迷子平和になったなって思った。謎のトモリエスコート。トモリちゃんの送り役取られたわら。ソヨママにお持ち帰りされてえな。ほんと面白い女だなソヨリン。トモリちゃんの歌詞が前から苦手だった。苦手だってここで言うんすね。むき出しで心に刺さっていた。心の叫びを全部飲み込んでたソヨだからこそ、むき出しのトモリの歌詞が刺さるんだろうな。一瞬一瞬で一生、なんか頭から離れないな。クライシックを忘れない。重い女が二人。トモリンとソヨリンが腹割って話すのいい。一瞬一瞬で一生。すごい大事な言葉。トモリの歌詞には苦手だった。広告見たとき、え？ってなったけど、いい意味でソヨさんの再スタートと決意みたいな話で本当よかった。ソヨさんめっちゃ迷子のこと考えてる。ソヨさんがクライシックを忘れないって自分と向き合った末に腹決めてるの好き。ここでともりちゃんが心の叫びを書き記してサキコちゃんに伝えようとするの。以前よりだいぶ成長したなーって感じる。サキコ、なんで受け取ってくれないのよ。お幸せに。もういちいちセリフが重い。サキコのパンチの効いた皮肉よ。バンド仲間じゃなくなったらもう友達ですらなくなるっていうのかい。アノンちゃんとデート。アノンちゃんが癒し。ともりちゃんを慰めようと。都市パスは終了しました。都市パス販売終了してたぞ。心にも、絆創膏、貼れたらいいのに。心に貼ってもらった絆創膏。私は貼ってもらったよこれなく。いいシーンすぎる。良いこと言うから聞いてってわら。さすがアノン、自分で言うわら。やはり、ともアノは思考。アノンちゃんはともりちゃんに救われてるのが本当にな。よろしくお願いしますって手を差し出すともりかわいい。これもうプロポーズじゃん。どんどん仲良くなってくなこの二人。定期的にプラネタリウム行ってるのか上か。サングラス外し方、芸能人みたい。オフですよねって配慮できるあのちゃん。すみません、オフですよねにアノンがどういう人間かが詰まってる。ミーハーアノン。ウイカほんとかわいい。裏表ないし。さすがアノンちゃん、自分たちのこともさりげなく押していく。ロゴができてる。ブロックしてやる。アノンちゃんって表情豊かよな。フォローしていい？ウイカ参加みたいようだな。有名人とフォロー同士。ウイカさん振る舞いの一挙手一投足が芸能人よ。アノンちゃんのグイグイ来る感じ救われる。ウイカちゃんがいい人すぎて。写真から見ているというのがな。ウイカさんは何か事情をご存知なのかな。最後まで全く気が抜けない。ここでサブタイ。信じられるのは我が身一つ。バキとか格闘漫画かなんかのセリフみたい。A パートだけでもう満腹噛んでる。アベムジカアベムジカ。こんにちニャムニャム。ニャムニャム言うてんじさん。ニャムチそのうちやらかしそう。ニャムかわいいな。アゲアシトリスキ。世界観だと。なぜそこで愛？なぜ愛なのか。アベムジカなんだ。ここ撮影禁止エリアを撮影した時のスタッフ。アモーリス？やっぱ素顔はさらせないのか。ムーコ？ニャムチ人脈作りに必死なの小賢しいよマジで。ツッコミどころ多すぎて草。一人だけち。むつみさんとウミリさんマイペース。ウミリさんこのバンドで大丈夫なんですか。このウミリちゃんの会話のテンポ感いいなー。なんで仮面つけるの。
これめっちゃ金かかってる。もしかして B パート、迷子出てこない？自分しか信じられない。衣装かっこよ。パンツ着た。うみりちゃん絶対ノリいいわら。顔で買ったのにマスクをつけるの不服よね。同じ穴の無地な。戸川咲子髪でバレます。髪木さんに。仮面は変態かっこど偏見。4人とも仮面見た瞬間え？何これって思ってそう。演劇だな。なんか芝居始まった。ミュージカルなの？舞台少女か何か？過激少女始まった。バンド、バンド？何を見せられているんだ。なんか演劇始まっちゃった。浮気。明日は誰かの彼女。佐々木さん強いなぁ。捨てられた人形。し、これをパンティ。少女歌劇やベイスターライト。レブリュースターライト。コンセプトは人形か。ローゼンメイデンかな。こじらせたロセリアですね。一番辛いしは忘却。復活復権。阪神が18年ぶりに優勝したまさに今。復権というワードのチョイスに切実さがある。人形にとっての性の概念。アベムジカの世界観、ちょっとくすぐられる。ツルエグエテー。バンドではなく舞台劇が進行している。ワールド大スター。アベムジカの世界に引き込まれた。一瞬でセットが変わった。スタッフが優秀すぎる。仮面舞踏会が始まる。我、叫ぶことを恐れるなかれ。モーキスト、ゲモリスト、アモーリス。我恐れることを恐れるなかれ。ミステリというなかれ。レースライブの再現だ。アベムジカは舞台ミュージカルバンドなのかな。実際に見たマスカレードとは別物なのに確実に繋がってる。これが現実と仮想の同期。アングルの移り変わりが印象的。アベムジカ引き込まれるなこれ、かっこいい。アベムジカの世界観に浸らせてからのライブ。この観客は一体どんな宣伝見てきたんだ。ようこそ、アベムジカの世界へ。逆にここまで世界観を統一して老変するのもすごいよな。最速最短のメジャーデビュー。サキコちゃん忘却なのか。うみりかっこよすぎない？まさかの語源ベース。世界観作り込んでるとリアルライブのキャストへの負担も大変そうだ。最終回にしてアベムジカさんのライブですか。設備めっちゃ金かかってそう。バンド名連呼するスタイルの試作。映像作ったり結構お金かけてるマスカレード。めっちゃコンセプト系なのね。高岡ノンバンド参戦は無理かと思っていたが、寸劇のせいでこっちの方が迷子って言われてるのは草。初ライブで武道館みたいなとこ使ってんのヤバすぎだろ。ムジカの曲聴いた時も思ったけど、ウイカさんの低音好きすぎるんだが。ドローン撮影かな。よく見るとステージが高すぎる。ステージ、照明の絵描き方、空間の奥行き、すごいな。文字化けしたみたいな歌詞。世界観すご。かっこいいね。ミュージカル路線のバンドだったのか。アベムジカは世界観バリバリに作り込んだゴシックロックバンドか。ニャムチの叩き方かっこよ。こんなかっこいいバンドの曲がフルで聴けるとは。オルガンがめっちゃいい味出してる。Cパート。予想はしてたけど、後半完全に番組ジャックされた。5本のバラとは。完全に迷子が乗っ取られとる。仮面バンドってそんな簡単に人気出るのか。もう終わり方が2期ある前提なんですよ。エンディングなしでスタッフロール入った。芸能人の自覚か。それが次に問われるね。これホテリオサマスイミシン。タクシー代がないとかじゃないよね。電車で帰る咲子ちゃん好き。赤羽駅だ。なんだこの家。はい、お屋敷は？すっげー酒の量。は、まるで悪い夢ですわ。クソ親父、だと。ただいま、クソ親父、が最後のセリフはおかしいって。なるほどね。最後のシーンでガッテンが言った。クソ親父は予想できんかった。薄暗い部屋に転がるアルコール類の空き缶、空き瓶、クソ親父ともリンパパンとの明暗日のえげつなさ。やべえ家庭環境だ。どうしてこうなった。最後の最後にとんでもない爆弾投下してきましたね。幸子ちゃん没落エンドは大方予想されてましたが、ここまでとは。幸子さんは貧乏になってしまったから売れるバンド作りたかったのかな。最終回の余韻とかそういうの欲しかったんだが全部吹っ飛んだわわら。 OK、 すべて理解した。どんな事情があってこんな。これで終わりかよと思ったら続編ありか。やっぱり2期だ。やったー。やっぱ続編あるよねー。ムジカの話やっぱりあるんか。続編ムジカ編決定。まあやるよねこの終わり方なら。アベムジカ TV シリーズ A 制作中でおーおおってなってしまった。来週からじゃないのかよー。キャストさん全員ようこそアベムジカの世界へってツイートしてるのいいな。アベムジカ編も楽しみですね。はい、というわけでバンドリーIt's迷子第13話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば他の動画も見てみてください。